やえしてやえしてよ。 SGA さが他人の人生を考えてしまうね。整えますわ。はい、どうもこんにちは、トラッシュの萩尾俊です。福岡の博多にいます。はい、博多です。今回は九州ツーリングということでですね、ここ博多を出発して、日本の最南端熱海岬に向かいたいと思います。気になるのはね、天気なんですけれども、ちょっと前まではね、すごい雨予報でね、どうしようかなっていう感じだったんですけれども、そこはね、晴れ男パワーね、発揮しまして、前半はね、晴れて、後半がどうなるかなっていうところなんですけれども、まあまあまあ、雨がね、降ったら降ったで、まあそれはそれでね、美味しいかなって思うんですね。はい、ということで淡泊8日の九州ツーリングスタートです。はい、ということでね、スタートしていきますよ、九州ツーリング。はい、いや本当にね、天気がいいね、本当に超気持ちいい。はい、ハンターカブは去年の今頃ゴールデンウィークね、一回、スーパーカブのスタンプラリーをね、やった時に乗りましたけれども、まだね、やっぱ信号があるから渋滞があるけれども、まあね、どんどん進んでいけばね、信号もなくなっていくんじゃなかろうかっていうところですけれども、今日は、目的地は熊本県のね、道の駅、人吉っていうところがね、本日のキャンプ地となります。まあいろんなところのいろんな名物、ね、食べて、巡るね、いい感じな旅にしたいと思いますけれども、だいぶね、信号も少なくなってきて走りやすくなってきたかなって感じでね。あー、やえしてやえしてよ、やえがしたいよ。北海道ではね、だいぶね、野営してくれたんだけど、九州の人たちは野営してくれるかな。これね、クラッチないからね、もうずーっと手上げとこうかな。佐賀県に入りました。佐賀 SAGA 佐賀 SAGA 佐賀ニャ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 ニ北海道とは違った雰囲気がなんかほのかに感じられるな、この木々からなんかね、なんかちょっと北海道とは違う感じがする。ドラキャン、道の駅宮間というところで、休憩したいと思います。はい、いやー、ちょっと久しぶりにね、走ったからちょっと疲れたね。はい、まあね、これでいつでも帰れるので、はい、帰っちゃう。はい、稲穂焼きっていうね、なんかご当地の、食べ物ね、これ
これタコ味、タコ味、タコ入ってるやつなんですけど、持ちながら食べるタコ焼き、おいしい。新玉名駅に来ています。はい、新玉名駅です。全然人の気配がねしない駅ですけれども、結構ね大きいですよ。はい、なんでここに来たかっていうと、じゃじゃん、温泉娘ですね。はい、玉名まみちゃん、はい、玉名まみちゃんは玉名ラーメンが大好きで週に9回は食べている温泉娘と。玉名ラーメン買いました。はい、玉名ラーメン、あー玉名ラーメン、なぜこのあーっていう、なんか女神様的なものを感じますけれども、お新幹線か、熊本の、水も、買いましたんでね、これでねなんか作りたいと思います。今日はキャンプ場ね、受付5時までなんですよ。で、ここから3時間ぐらいかかるのかな。で、今2時前後でしょ。ちょっとね、間に合うかどうかわかんないんだよね、これね。はい、まあね、計画してた段階でこれ間に合わないかなと思ってたんで、まあ、近くに八重地、もう一個ね、探してあるんで、間に合わなかったらそっち行きたいと思います。はい、発進、よーし、間に合えばいいな。なんせね、その道の駅にあれがあるんですよ、温泉娘グッズ。だからもしも間に合わなかった場合は、そのお店が開くまで待たなきゃいけないっていうタイムロスがあるという。なので頑張って間に合わせたいところです。やっぱ熊本入ってからね、なんかあのトマトの無人販売みたいなのをよく見かけるね。あ、馬刺しだ、馬刺しも食べたいね。うん、さっきあのお店にあの馬刺しチップスっていうの売ってたんだけど、めちゃめちゃ高かったので買わなかったんだけど、馬刺し食べたいね。これみんなこういう道走ってる時に何考えてるんだろう。僕は例えば子供を見かけるとしたら、その子供はこれからなんかどういう人生を歩んでいくんだろう、このこう熊本でみたいなのを想像しちゃうんだよね。あとおじいさんおばあさんを見かけたら、このおじいさんおばあさんはここ熊本でどんな人生を歩んできたんだろうって、こう他人の人生を考えてしまうね。うん、お、来た、やったー九州初野営だ、これいけるぞ、ほら来た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 、野営タイム始まったよ。これ嬉しいな、これテンション上がるわ。やっぱ野営だよね。はい、ということで、天と地がひっくり返っても間に合わないので、当初の、目的地をですね、変えてもうちょっと手前にして、で温泉行こうと思います。はい、もうね西日がねじりじりとね照りつけてきてね、もうね汗バンダリーなんで、汗ね流しに行きますわ僕。うん、温泉行って整えますわね。いやー、もうね150キロぐらい走ってんのかな。あ、だいぶね、お、かっこいいのいんな。
お、すげえ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 、フレンドリーフレンドリーフレンドリーですね。はい、もうね、温泉行って整いますわ。はい、で温泉から、まあ、10分ぐらいのところになんか野営地みたいなのが、あるから、そこに行ってですね、で朝早く出て、でもともと予定していた道の駅に行って、で温泉娘グッズ買って佐多岬をね、向かいたいと思います。はい、はい、ということでね、整いましたわ、無事に。まあお風呂の温度はね、めちゃめちゃぬるかったんだけど、まあサウナがね、めちゃめちゃ広かった。学校の教室一つ分ぐらいあって、まあ外気浴もね、結構ね、適温というか、気持ちよく外気浴することができましたわ。妖怪八の字広場っていうね、めちゃめちゃ広い広場に、行きたいと思います。これっすね、多分このめちゃめちゃでかい川沿い。うすごっ、あすごい、いっぱいテント張ってある。へえ、まあすごいっすね。なるほど、ちょっと待てよ。今芝生広場 AB、 砂利広場 C。 なるほど、まあ芝生がいいな、久しぶりに。いつも砂利なんでね。なんと旅のお供にカレー麺、はい、いつもカレー麺でございます。ですが皆さんちょっと待ってください。ここ熊本県です。熊本といったら、そうトマト、そうです。今回はこのトマトたちを使ってですね、このカレー麺に入れてトマトカレー麺を作っていきたいと思います。みんちゃん、これでとっても美味しくなるね。はい、ということでね、熊本のね、お水阿蘇山天然水を使って作りたいと思います。強くてね、ちょっと寒いっす。トマトカレー麺食べたいと思いますよ。あ、トマトのね、酸味が、もう早く寝たい、寒い。
がとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 TikTok、Twitter もやっています。次の動画もよろしくね。せーの、トラッシュでした。バイバーイ。バイちゃん。